こんにちは。こんにちは。三橋 T. V. のお時間です。この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしております。キャスターは私高家野と。三橋孝明です。三橋 T. V. は三橋孝明のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ。視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひとも、チャンネル登録をお願いいたします。はい、チャンネル登録はこちらからお願いいたします。 先日、藤井聡先生をゲスト講師にお招きしまして、はい、三つ月経済塾第12期がスタートしたんですけれども 2>、はいえ、2月はですね、18日に安藤博先生をお招きして、あの、インボイスのお話を伺いたいと思います。はいはい、で、えー、まあ、この、それ以降の、えー、ゲスト講師の皆様、この方々です。あと12月だけですね、決まってないのはね。はいはい、で、口頭論ですが、第49回はですね、5、3年の駅ですね、<う>歴史事実。 第49回、これリクエスト多かったんで、オリンピックの起源なんかほら、我々の生活って何気に古代ギリシャから、はい、言葉もらってるんですよね。例えば。まずオリンピックですよね。あはい。あと星の名前、英語ね。はい。木星ってジュピターでしょ。はい。あれゼウスのことなんですけどね。古代ギリシャの出身。ええー,へーそんな感じで観するような話か。<laughs> とか、あと、え水、ー、星はマーキュリーでしょ。はい。で、火星がマーズで、 で、「土星がサターン」とか全部これ古代ギリシャの神々の名前からそう、れが英語読みなんですよ。ということであとなんかスパルタ教育はい、あスパルタから国からなんかニコニコして言ってますけどスパルタってほんとしゃれになんない国だったんでああんか崖から子供を落としてそれが最初でしょ最初に赤ん坊が生まれてこの子は強弱だってことになると処分したんだけどその後もすごいんですけどねどんな感じなんですか ぜひ、はい、聞いていただければと思います。はい、さあ今日はですね大変な話をしなくちゃいけないんですよ。いい話です。<の>いい話なんだけど、どこまでこれ突っ込んでいけるかってことで今日取り上げたかったんですよ。はい、あの自民党内でですね、はいえー、防衛税に依存しないその防衛費の財源をめぐ、はいまあ、ったあの特命委員会というのが開かれたんです。はい、その匿名委員会でですね。 すごいことが起きたんだけど、おそらくこれはどこも報じてないので、なかったこのことにしようとしてくると思います、財務省は。はい。で、自民党の国会議員たちもどこまでこの話の本質が分かったかはちょっと不明なので、ちょっと今日取り上げます。はい。1>, 1月21日のエントリーです。どよめき。財務省が財政破綻論の嘘を認めた日というエントリーなんですけどね。この特命委員会、えー、1月17日だったかなに行われたんですが、その時にですね、 えー、大変なことが起きたんです。はい、あの、西田昌司参議院議員がですね、えー、なんでしょう。え、あの方副委員長なんですね。はい。特命委員会の副委員長なんで、はい、あの、本来は質問とか、まあ、するべき立場じゃないんだけども、はい。あの、ちょっと一応萩生田さんに、えー、政調会長ね、政調会長に許可取って、はい、それで、えー、ちゃんと質問したんです。はい。で、最後に、1個目。 財務省は防衛費増額について、増税に加えて、剰余金や特別会計から金をかき集めてきて、まさに貨幣のプロロンなんですよね。はい、と賄うと、まあなってるんだけども、これ違うよねと。はい、だって、特別会計の剰余金とかって、もともと国債発行して、それで余ってるやつじゃんと。いうことで、国債で調達したお金が余っているからそれでやるっていうことでしょと。要するに国債でやるんでしょと。はい 単に新規国債をやりたくないから、新規国債発行をやりたくないから意味不明なね、えー、なんかかき集めてくるというような説明してるんでしょと。はい。そうなんですよ。あのー、一応財務省はどもういろんなところから特別会計からこっから金持ってきて、こっから金持ってきて、こっから金持ってきてっていうような説明してるんですよ。はい。でも 実際国債発行でで余ってる金なんすもともとたどると結局国債発行でやるんですよ。それ以前の話としてねそれ以前の話としてそもそも防衛費は例えば来年度の防衛予算は今年の4月から出張されちゃうからもうその時点で国債発行です国債をこ何を言っとるんじゃという話を西田さんが突っ込んだんですねそれとものすごく苦しかったみたいです財務省は。しどろもどろでごまかそうとしたんだけどちょっとはっきりせいって言ったら先生のおっしゃる通りです。 確かに特別会計から集めるとは言っても、もともとは国債発行でやっています。当たり前だろうと。はい。あいう話。これはね、財政破綻論じゃなくて、うん、なんだろうな、あの、まあ、要は財務省のごまかしね、新規国債発行したくないわけ。うん、はい。でね、今回の、その、えー、財源確保法。はい、これ財源確保法の話もしてんだけど、このポイントって、はい、要はもうこのまま財源確保法が今のまま通っちゃうと、ちょっとかなりまずいことになるんですよね。何がまずいか。はい。 要はこの話なんですよどっかからかき集めてきて財源を確保しますと、はい、5年間で43兆円の防衛予算について。というふうになってるんだけどかき集めるってところがポイントで <laughs> つまりは当初は、まあ、この特別会計特別会計のこれを引っ張ってきますこっちを引っ張ってきますって形でやるんだろうけど翌年以降どううななるると思いいますすもうないわけこ削るんですかうそ,うその大義名分を与えちゃうんですようん、うん、このままだと。うんうんはい え、コケさん知らないと思うんですけど、覚えてないと思いますけど、民主党政権になった時に事業仕分けっていうのが行われたのね。ああ、なんか名前聞いたことある。そう、あれがまさにそうだったんです。あっち削って、こっち削ってってやってったわけ。まあ、あれは本当に消しただけなんだけど、今回は防衛予算の、まあ、かき集めっていう理由で、あっち削って、こっち削ってってことをやりたいんですよ、大まあ、事業仕分けの、あの、永続版。あれ、事業仕分け大変なことになったんだからね、本当に。どうだったんですか一番ひどいのはヤンバダブだよね。ヤンバダブ止めちゃったから。はい。とかね。あと、 えっと、横須賀と木更津かな横須賀と、え山かな結ぶ高速道路。えあるのよアクアラインじゃないよアクアラインの南に東京湾を渡る高速道路の計画とかあるんですよ。え、あったんですかあるの今もあるのえ作ってほしい。そう。それね、調査費がちゃんと計上されてたんですよ。はい。あるとめちゃめちゃ便利でしょはい。そういうのをカットしたの。あとね、外観自動車道ね。これは復活したんだけど。 安倍政権、第二次安倍政権問題だなと思ったのは、事業承継の時にカットされた、そういう調査費とかを持たさなかったんです。うん、だから止まったままっすよね。はい、まあ、これちょっと余談なんですけどね。まあ、要はそういうことをやりたいんですよ、ね。はい、でも結局国債発行じゃねえかと。はい、元をたどればということを認めた。これが1個目。そ、はい、こらまあ、あの、まあ、そりゃそうだと話したんだけど、次が決定的なんですね。よえー、国債発行が安定的にできているのはですよ、今の日本。財務省の説明だと、 民間金融資産がたくさんあるから、まあ、預金ですよね。今後、高齢化等で民間預金が取り崩されれば国債をさ買い支えられなくなると言っているんですよ。まさに貨幣のプログラムですねはい。はいで、それ嘘だよねと、うん、と。嘘だよね、と。預金が取、もっとね。まあ、この話ね、預金が取り崩されたところでお金消えないんで。はい。はい他の人の預金が移るだけでしょう、はい。A さんの預金が B さんに移るだけじゃないから、うん。だから預金の総額が減るわけじゃないよね、と。はい。まあ、これはなんか、なんだろう。 小学生レベルで分かるような話だから、こういう騙しだってたんだ。確かに。でも、最初の文とか読んでたら、なんか、お亡くなりになっちゃったらお金も一緒になくなっちゃうみたいな勝手に言う高齢者が金をこう引き出して、多分燃やすって感じになってるでしょ、これ。他考えられるい他考えられる。使うんだから商店に行くだろうと考えてもあれ、お医者さんとかね。はい。まあ、なんか、こんなレベルで騙し続けてたの、財務省って。政治家を。はい。で、まあ、これはもうバカじゃないのって話なんだけど、問題は次なんです。財務省は、 預貯金があるから国債が安定的に消化されてると言っているけど、そうじゃないよねと。国債1000兆円あるということは、その分政府が過去にね、国債発行して財政支出資したので、はい、民間の預貯金が1000兆円増えたんだよねと。逆に、国債残高をゼロにすると、民間の預貯金が1000兆円減るよねと。まあ、これは10 100兆の場合は100兆円減るよね。国債を100兆円召喚したら。500兆円召喚したら500兆円預貯金消えるよねと。事実だろうどうなんだ ちょっと西田さんの真似してみたんだけど、はい、財務省、通貨の発行の仕組み上、西田先生のおっしゃる通りです。はい、認めたんです。うん、つまり財政破綻論を完全に否定したのが、この特別委員会だったんですけども、もうこれでね、自民党の国会議員がどよめいたそうです。はい、今更どよめくなった話なんだけど、はい、えぇーって <laughs>、これはかなり強烈な話で、な、うん何でかというと、国債を減らします って言うってことは、はい、皆さんの予兆金を奪いますって言ってるのと同じ、はい、実際同じなのこれ。うんうん、っていうことを財務省が認めちゃったから、はいはい、でこっからなんですけどねこれ多分ねこのままだとこれねどこも報じてないのここの話って、ま、メディアいっぱいいたんだよ一番重要なとこだけど。 だからこれね、この財務省としては、絶対報じさせないで、立ち消えにしたいんでしょ、うん、で、自民党の国会議員なんてどうせバカだからすぐ忘れちゃうから。うん、え、どういみいたことしたら忘れて<え>なんか、西田先生が言ってたことが正しかったんだとか言われたんだけど、いや、正しいんだけど、はい、全然なんだろう。あの、分かろうとしないよね。うん、まあ、あるいは気づこうとしないんだけど、はい、でも気づいてる人が、まあ、多少は増えただろうけども、うん、でも全然少数派だと勝ち目がないので、こちら側に。はい、ということで、ちょっとここでね、私自分で作って秀逸だなと思った図、前も使ったんだけど、これ説明したいの。はい。つまり、 私たちの銀行預金。それは、あの、家計の企業でしょまあ、民間ね。民間の銀行預金が生まれるためには、どうしたらいいですか高家さん。借りるんじゃないんですか誰かがね。はい。誰かが。じゃ主に借りるのは、まあ、企業と政府ですよ。はい。いうことです。で、試みにこの図を作ってみたわけ。だから、これが、上が家計の銀行預金ですと。はい。現預金です。あ、もう現預金だけど、現金ってほとんどないから気にしなくていい。で、この青が非金融法人企業、一般企業の現預金ですと。と <laughs> で、まあ、上がこう資産ですね。で、負債はマイナス予期してます。これが、えー、非金融法人企業、一般企業の借り入れです。はい。借り入れです。はい。で、この黒が政府の借り入れです。なわち国際財投債ですと。うん、これつぶ自分で作って自分でびっくりしちゃったんだけど、これ、こう、ピッと90度回転させると、左右対称になる、ね。はいはい、釣り金みたいになるんですよね。はい、釣りみたいなるああ、ここまで一すんだ、と。あの、完全な、あの、左右対称にならないのは NPO とか抜いてるから、なんだけどね。うん、はい。ということですね。で、この話のポイントって、 まあ、要は財務省は、これがあるから、この黒が発行できますって説明してたんです。はい、逆なんですよね。完全に逆。はい。しかも恐ろしいことに、経済学者までもが、ね、そんなこと言ってたんですよ。はい。そんなこと言ってる。完全に話は逆で、うん、ここの負債が増えるから、こっちの資産が増えるんですよ、ということ。ということはでしょここが典型ね。企業が負債を消してっちゃったから、この時政府が財政拡大してなかったら、確実に預金が消えてった。 どっちか分かんないけど企業か家計の預金が消えてったまあ当初消えるのは企業の方ですよこれ難しくないでしょ、はい、この黄色い方と青い方はこれは同一人物ですか、はい、企業だから企業が自分の預金で借金返済するってだけの話だから当然預金消えるわけでさらにまあその間接的には家計の,あの預金にもね影響を与えてくるでしょうね要は投資が減るわけだから給料がいかなくなるって形でねうん、うん、でも当初消え減るのはこれね、はい、これは減ってないですね あの政府が、えー、財政拡大をなんだかんだ言って曲がりなりにもやってくれたからなんですね。はい <laughs> はい、ということで、こっちがあって初めてこっちがあるんですよと。はい、で、企業の場合は、企業まあ難しくね、企業が借金返したら企業の預金は減りますよと。はい、これがわからない人いるのかな <laughs> あんまりいない、ね。あんまりいないでしょ。<laughs> いないでしょ。はい、はい。それで、じゃあ、ここね、国債を償還、つまり国債残高を減らしたら、そ家計の えー、預金が消えますよと。なんでかというと、我々の預金から税金として徴収して国債と相裁して消つからだと。はい。こんな簡単なこと。うん、こんな簡単なことがですね、未だに理解がですね、多数派に至ってないんですよね。うん、これなんでなんだろうね。なんでなんですか。まあ、あの財務省はね、完全に嘘を説明してましたよ。はい、いや、まあ先生先生、今はこれがあるから国債発行できてますけど、うん、高齢者が増えてこれが取り崩されちゃうと国債発行できなくなるんですみたいなデタラメ言ってたんだけども、うん あのやっぱり貨幣のプール論に染まっていると、はい、まあそっちのを信じちゃう、うんうん、俺は腹からそれ聞いた瞬間腹から「いやそれおかしいよね」と「おかしいよねと」とだって高齢者が預金取り崩したところで誰か,の誰かのところに行くだけじゃないかと、はい、振り込みってそういうもんだろうと、うん、なんで預金消えることになってんだっていうことで突っ込んでたのね、うんはい、これ当たり前じゃないですか、はい、でもその程度ですらですね国会議員理解でできなかったんですよ、ね、はいびっくりしますよねな、はい、なんでででしょうね想像できないから 分かんないあ,<れ> <laughs> あるいはあのそのカウンターパートってものを理解できないからうん、うん、お金を使うイコール消えると自分の中から消える自分の世界から消える、うん、預金取り崩すあ世界からバンって消えるみたいなそのあのお金にせよね所得にせよ、はい、人と人あるいは経済主体と経済主体のつながりによって、はい、あの存在してるってこと自体が、まあ、理解できないからかなちょっと忘れちゃってるのかもしれない あれは初めから教えてもらってないとか。ていうか教えてもらったことあるこんな話。ないです。ないでしょはい。あれですよ、こ自慢ですけど、あの日本、まあ戦後、戦後ね、戦戦前違うだろうけど、戦後の日本で、誰かの支出が誰かの所得になりますっていうのをう総合的に説明し始めたのは私だからね。<laughs> <laughs> しかも十数年前だよ、たかだか。それまでいなかった。みんな消えると思ってるのそう、消えると思ってるの。消えると思ってるの、はい。だって、竹中さんだって、あの要は、さっきのね、財務省の、 まあこの説明ね。今は家計の金融資産があるけど、あるから政府の財えー、財政拡大まあ国債発行できてるけど、そのうこれが消えると、えー、こっちが発行できなくなるみたいなことを堂々と言ってましたよ。あれは本人どう思ってたのかな。もしあの渡竹中さんぐらい頭がいい人だったら、はい、全部分かった上で騙そうと思ってたら<ー>と思うのね。ねそうするとその場合は嘘つきってことじゃないですか。もし竹中さんが全然そんなこと考えないで。 いや、家計の金融資産が消えたら、あの減ってったら、それでは政府の負債が増えて、それで逆転しちゃったら、そしたら破綻するんだって本気で言ってるとしたらただのバカですよね。<laughs> つまり嘘つきがバカなんですよ、竹中さんは。はい、あのそれはね、これ、ね、映像残ってるからね。はい、映像残ってますよ。<laughs> あの名古屋のテレビ局で行ったから、<ー>私の前で。<ー> でその時に私が竹中さん、ちょっとおかしくないと。政府が借金するということは、金借りるってことだから、金があるわけでしょ、必ず。こんなんあなたもそうでしょと、はい。それ支出して、ずっ消えちゃうのと、家計の子が行くでしょと。だから、政府が借金増やしたら、家計の、えー、金融資産増えちゃうでしょって言ったら、はい、切れたんだけどね。あっ、あのその通りだから。えあれうんですか分かんない分かんない、ちゃんと理解するつもりなかったのか、単に怒りたかったのかも。んそんなこと言うんだったら、国債発行して、五千兆円国債発行して、大変を埋め立てればいいんだーって叫んだ,んだよね。うん どういうつもりなのか、バカなのか嘘つきなのかどっちかだけどね。もううあの件についてはね、少なくともね。はいはい、で,でも、もしかしたら、本当にバカだったかもしれないね。だって国会議員か信んてるったんだもん。それは三井安くつさ。それはまあ今は金融資産があるから国債発行できてるけどね。 高齢者が預金取り崩したら国債発行できなくなるかってこ二重の意味で間違え、はい、てりっ堂々と言ってたから私に対してバカかお前はと。バカかお前はと。まず高齢者が金取り崩したところでよお金消えねえだろうっていう。うんそんな基本からお前理解してなんだな。ネーに加えて逆だと。はい、逆だと。むしろ政府が国債発行して出出したら家計の預金どう考えてもねえんじゃねえか。この二重の意味での間違いのレトリックを財務省は堂々と国会議員たちに言ってた。でしょ。ペーパーでしかも。はい。これやばくれると思うんだけど。<ー> 紙は私で説明してた。これ財務省は嘘だって分かってて、何ですかどうなんだろう。なんか中野武先生によると、<laughs> はい、その矢野孝二がね、矢野論文出したでしょあれ分かってて騙すために言ってんのか、ただのバカなのか、要は分かんなかったんだけど、おそらく後者じゃないかと。え、それもそれで怖いですよ。怖いでしょ、はい、怖いでしょでこの話ってね、あのね、それ言っちゃった人ね、高齢化したら預貯金が取り崩されて国債発行できなくなるって言った人たちって、はい、これは、 もう本当に2種類しか存在してないからね。2種類しかないからね。はい、嘘つきかバカかなんですよ。うん、どうやっ多分、後者の方が多いんじゃないの、はい、思いますね。はいはい で、これ、これって難しくないでしょよくよく考えてみたら全部当たり前なんだけど、この嘘800のレトリックでですね、我が国の国際発行は抑制されてるし、プライマリーバランス黒字化目標と、あと国際、えー、60年初還のルール。はい、これがですね、ずっと維持されてるって状況なので、もしかして、日本人ってバカなのかなとかですね、<laughs> 思いたくなりますよ、マジで。<laughs> この話は。二、は、重、い、の意味で間違ってるから。はい、まあ、100歩を譲って、 あの、預貯金があれば国債発行できるっていうふうに勘違いしてたとしてもいいよ。はい、キャ100るって。間違いだけど、逆だけど。でも、預貯金を誰かが取り崩しちゃったら、その、こっから貨幣のプールからお金が消滅してしまって、借りる金がなくなるっていうのを本気で信じていたとしたら、これは馬鹿としか表現ができないんじゃないかな、と思うんですけど、皆さんいかがでしょうかね。はい。ということで、今回、財務官僚がですね、 そこまで、こう、明確にね、西田さん全部分かってるから、西田さんみたいな形で、明確に、こう、はい、どうなんだ、はっきりしろって言われたら、嘘つけないですよね。はい。だから多分、西田さんの、あの、当面見る限り財務官僚は、まあ、分かっているんじゃないかなーと思うな、ね。そうであってほしいですけど、逆に。そうだよね、はい、そうだよね。ただ、あの工事は違うんじゃないかなとかね。はい、まあ、だから財務官僚によっても、濃度が違うと思います。その、あの、バカ、バカの部分、と組織の部分。あ<ー>まあ、どっちかしかないわけだから。はい。 ということでございましてですね。皆さん今日の説明って明確に分かりやすかったでしょうん。あの、これ、特にこれ使うと分かりやすいんだけど。はい、ということで、あの、これね、多分ね、放置しとくと、またまた普通に自民党の国会議員たちって財政破綻論に戻りますよ、はい。それ防がなくちゃいけないので、これは自民党だと思う。ご地元の自民党の国会議員たちに、こういうことがあったんだけど、あなたどう思ってんですかっていうような質問をね、ぜひしてってほしいんですよねで。ちょっと調べたらどっちが正しいか分かるんだから。 でじゃあなんか動画が必要だったらこの今日のこの動画使って構いませんガンガン拡散していただいてあっちにね今まで言ったことないんだけど面倒くさいんだけどあのやらないんだけど霧吹雪とか好き放題していいんで、はい、この動画あの「Mrs.TV」つてっていうのはそれで拡散していただければと思いますよろしくお願いしますはい財政破綻という言葉を耳にしたことがあるでしょうか 2021年に財務省のトップ、矢野幸治財務次官は、このままでは日本が財政破綻すると警告する矢野論文をですね、発表しました。しかし、実はこれは真っ赤な嘘なんです。実際、財務省もホームページで日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられないと,というですね、 え、ことを語っているわけです。しかし、財務省のトップ、矢野孝二事務次官をはじめ、まだ財政破綻論の嘘を広め、日本を貶めるメディア、政治家、大学教授が後を絶ちません。そんな嘘を見破り、騙されないようにするための書籍がこちらですね。財政破綻論の嘘。この書籍を読んで、日本の財政破綻論が嘘だと。